モンセラット駅舎、シュタッドラー GTW 電車、モンセラット登山鉄道は、カタルーニャ州のバルセロナ北方のモンセラート山にある、登山鉄道である。山麓のモニストロールで、モンセラット駅からモンセラットモンセラット山の、モンセラット修道院付近まで登る。カタルーニャ公営鉄道が運行している。この路線は1892年に開業したが、 赤字と1953年に発生した事故の影響で1957年5月12日に廃止されてしまった。あえりで、モンセラットというロープウェイが、モンセラット修道院への参拝客輸送のために建設されたが、増加する参拝客をさばききれなくなっていった。長期間の検討を経て、2001年に建設が開始された。 そして2003年6月6日に、現在の形で復活した。路線延長は 5km で、期間は1000ミリメートルである。モニストロルから、唯一の中間駅である、モニストロルビラ駅までの 1km の区間は、粘着方式で運行される。モニストロルビラ駅から修道院までの区間は550メートルの、高低差を15.6%という急勾配で、 登るため、アプト式のラック鉄道となっている。全域間が直流1 5 0 0トの架空電車線方式で電化されている。車両は、スイスのシュタッドラー車製のシュタッドラー、GTW 低床電車が使用されている。AM1 から AM5 までの5編成が在籍している。これらの編成は粘着運転とラック式それぞれの装備があり、定員は200人となっている。 空調が完備され窓は、景色の良いパノラマウィンドウである。最高速度は粘着運転で時速 45km、ラック区間で時速 30km である。また、業務用として、同じく FGC の運営する、バルデ塗りや登山鉄道から移籍してきた1930年製の E4 電気機関車が在籍している。路線中で最も重要な土木工事は、 両ブレガート側にかかる長さ480メートル幅5メートルのポンと出るセンテナリ橋梁である。最高37メートルの8本の橋脚によって支えられ35メートルから55メートルの9つの区間に分けられている。そして小さく密接景観への影響を最小にするために交換を格子状に組んだ形に設計された。当選は カタルーニャ公営鉄道によって運行されている。起点のモニストロールで、モンセラット駅では、バルセロナエスパーニャ広場駅からマンレサへの FGC の路線と接続している。1時間間隔で運転されていてバルセロナ及びマンレサ方面の列車と接続している。しかし、わかりづらいことにモニストロールで、モンセラット駅の駅舎には、 モーニストロールセントラルと表示されていて、モンセラットさんからの電車の LED には、モーニストロールイノズと表示されている。モニストロールビラ駅には仙台収容の駐車場があり、モンセラットさんとの間の区間運転もある。FGC の一般路線のマルトレル駅にある車庫に、車両を改装するため、モニストロールでは、線路が繋がっている。 FGC はまたモンセラット3の駅より2つのフニクラを運行している。山頂方面へ登るフニクラで、サントホアンと山を少し降りたところにある、聖地方面へのフィニクラでサンタコバである。開業12ヶ月で、モンセラット登山鉄道は462,964人の乗客を運んだ。 最も乗客数の多かった月は2003年8月で63,692人。最も少なかった月は2004年2月で22,996人で、ある。ありがとうございます。